ひだまりファブ代表の高橋です。みかんの木のオーナーの皆様にちょっとお知らせと、あとご質問いただいたのでお答えしたいと思います。まず現在9月ですけれども、これ、まあ、ちょっとオーナーさんの木、大きいのと小さいのとかいろいろ木があるんですけど、今ある程度、みかんの大きさを揃えるために鉄化っていう作業をやってます。で、まあ、こんな大きさとかいうか、こういう色とか、まあ、こういう形で今現状こういう状態になってます。で、ご質問をいただいたのでお答えしたいと思います。みかんの、木のオーナーさんが、収穫するときに、まあ、1回で全部取ってしまわないとダメですかと、そのようなご質問をいただきました。回答としましては、1回で全部手を取る必要はございません。近くにお住まいの方、近隣にお住まいの方は、必要な分だけ取って、でまた次の週とかの翌週とか感じでですね、ご定期的に取りに来るというお客様もいらっしゃいますので、ですからそういう形で取っていただく方もいただいても全然構わないですし、一気に取っていただいて、まあ、親戚お友達に全部送るとか、そういうやり方でもできますし、遠方の、オーナー様は、まあ、取りに来れないという方もいらっしゃいます。北海道とか沖縄の方とか、まあ、そういう方に関しましては、ひだまりファームのスタッフが、収穫代行しまして、箱詰めしてお送りするというような形になっています。ですのでね、いろんな形が、お楽しみいただけると思いますので、もし何か ご不明な点があれば、ひだまりファームの方まで、お問い合わせいただければなと思います。ちょっと鉄火の落ちてるみかんを見つつ、はい、本当に落としてもったいないじゃないかとかって思うかもしれないですけど、これが美味しいみかんをね作るために必要な作業となりますので、はい、皆さんの、オーナーさんの木もまだちょっとどの木が、どの方っていうのはまだ決まってないですけれども、すくすくとみかんの方は育ってますので、ぜひぜひ収穫をお楽しみにしていただければと思います。以上です。